7月5日に開催された BWF ワールドツアーカナダオープン、カルガリースーパー500、4日目は各種目準々決勝が行われた。日本はエントリーがなかった混合ダブルスを除く4種目で準々決勝に進出。上位進出に向けて、海外のライバルたちと熱戦を繰り広げた。日本から4選手が準々決勝に勝ち残った男子シングルス。 準決勝の切符をつかんだのは、田中雄志と渡辺孝樹だ。田中は香港のゴイエロー、ムカロン、との勝負に挑むと、第1ゲームは21から17で先制。第2ゲームは互いにポイントを奪い合う中、一度はゴイエローが15、11とリード。しかし、田中が負けじと連続得点で15オールに戻すと、その後の競り合いを2 3 2 1で制して勝利。 ベスト4進出を決めた渡辺は奈良岡功大との日本人対決に挑み第1ゲームを渡辺が先制続く第2ゲームは奈良岡がゲーム後半に引き離して1対1のタに戻すファイナルゲームにもつれた試合は中盤から渡辺が連続ポイントで点差を広げ最後は21から1190分にも及ぶ激闘を制して準決勝進出を決めた 奥原希、二代平夏樹が勝ち上がった女子シングルスは、奥原が準決勝に進出した。1、2回戦を2、0のストレート勝ちしている奥原は、準々決勝で台湾の巨円距離、周援地と対戦。過去5戦で全て勝利している奥原は、第1ゲームこそ21、18と接戦になったが、第2ゲームは9本に抑える解勝でベスト4進出を決めた。 2兵はデンマーク選手と50分の熱戦を展開したが、17本、22本で敗戦。2大会連続部位はならなかった。女子ダブルスは、中西高江、岩永鈴が2試合連続で中国の若手ペアと対戦。ファイナルゲームとなった勝負は、中西、岩永が最終ゲームを21-11で制し、準決勝に勝ち進んだ。男子ダブルスの三橋健也、岡村弘樹は、 スコットランドペアを13本15本で抑え、準々決勝を突破している。